字何が分かってねんだっけ。わこうしたりなのことを思っちゃうぜ。なんぼ気まよけるっけ。皆さんこんにちは。ありがとうございます。宮城県伊東市のリカワイチャンネルにお越しいただきありがとうございます。私たちは青森県の弘前市から来ました、農業活性化アイドルりんご娘です。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はですね、これから私たちりんご娘からりんごの PR や弘前の PR をさせていただいて、はい、もう見てください、りんごも95円って、あります、信じられないぐらいの快楽ですので ね、 ね、はい、あの私たちの PR 聞いてリンゴを買ってっていただければなと思います、はい、まずは自己紹介していきたいと思います。はい、まずは私リンゴ娘のトキと言います。このトキっていうリンゴは黄色いリンゴなんですけども、藤と王林の掛け合わせでできたサラブレッド品種と言われています。とても甘くて香りのいい美味しいリンゴですので、ぜひ見かけたら食べてみてください。リンゴ娘のトキ、高校2年生17歳です。よろしくお願いします。続いて私リンゴ娘の王林です。王林という品種、皆さん聞いたことありますかね。今日も実際に販売されている、はい、リンゴになってます。あのすごく甘くて香りのいいリンゴですので、ぜひ皆さん今日は王林の香りを楽しんでってほしいです。りんご娘の王林、高校2年生17歳です。よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてりんご娘、あと2人メンバーいます。チョナゴールドとサイカっていうメンバーもいるんです。どっちも本当にあるりんごの名前ですので、もし見かけたらね、食べてみてください。はい、ぜひよろしくお願いします。ではまず私たちから1曲曲のプレゼントをしたいと思います。りんごのねっていうとてもいい元気のいい曲ですので、よかったら一緒に盛り上がっていってください。はい、それでは聴いてください。りんご娘でりんごのね。リンゴリン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 ゴリン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 ゴリン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 ゴリンThank you.
最後になりました、はい、お別れに私たちりんご娘からまた曲のプレゼントさせていただきます、はい、皆さんバビョンっていう津軽弁の方言知ってる方いますか？バビョンって知ってるよ、聞いたことあるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。私たちの住んでるその津軽地方で使われる方言なんですけども、何々だと思うよという推測の意味で使われます。夜、津軽のカッチャとかはなんとかだビョーンっていう時、手やっちゃうんですよ。これ癖で、はい、このね、動作がそのまま振りになりました、はい、なのでね、簡単ですので皆さんにもやっていただきたいと思います。一回練習してみたいと思いますので、皆さん手を上に上げてください。はい、ありがとうございます。それではいきますよ。いっせーので、ダビョン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 、もう一回ダビョン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 、一緒に声をダビョン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 、せーの、ダビョン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 。ありがとうございます。ありがとうございます。その調子で、では曲の方に行きますので、皆さんご参加よろしくお願いします。お願いします。それでは聴いてください。りんご娘と会場にいる皆さんでダビョン。
がとうございます。りんご娘でダビョン青森で会いましょう、2曲続けて聴いていただきました。